はい、ええー、二千二十三年合格を目指す、う、エルゼミスペシャルのガイダンス動画でございます。えー、レックス専任講師弁理士の安西です。よろしくお願いします。えー、まあ、このエルゼミスペシャルはですね。えー、私と宮口先生、ええー、二人で担当するゼミですね。 で皆さん今ネットで REC のページから見てらっしゃると思うんですけども、まあ、説明書きがいろいろされてると思うんですが、えー、宮口先生がご担当される回と私が担当する回というふうなであのー、まあ、実際校舎行くとこういうパンフレットが出てますんで、えー、お手に取っていただければと思うんですけどね。 で、あのエ y ズミスペシャルは、えっと、もう10年近く十年以上なのかなで私が担当してももう10年ぐらいで,で私の前任の先生もあのいらっしゃったぐらいですから、えー、相当歴史はありますね。で名前も変わってないので、えー、多分名前,名前変わってない講座でここまで長いのも多分あ他にないんじゃないですかね。 ま、入門ベーシックとか別だと思いますけど、あのこういう中上級とか単発の講座ではまあ、他にないんじゃないかなと思いますね。はい、あのまあ歴史のあるゼミ講座です。という話ですね。はい、えっと。それで、えっと宮口先生を担当される会は、宮口先生は別で動画を撮られていると思いますので、そちらを見てください。と。 で私のこっちの動画は、えっと、私が担当する会について話をしますのでねはい私の安全担当課について話をしますその動画ですということをまずご理解くださいというところです。はいそれでえー、っとまあネット上にもいろいろ書いてあると思うんですがあのこのパンフレットもねいろいろ書いてくださってはいるんですけどもまあその前にですね ちょっと突然なんですけどまあこれ論文のゼミですけども、まあ、受験生の多くの方はですね、えー、こんだけ論文の勉強をしてきたのになんで点数が伸びないんだとかですね、えー、いつまで合格するのにいつまでかかるんだというふうに思っていらっしゃる方は多いと思うんですよ。はいで なんで点数が伸びないかというものを考えたことがあるかと理由を考えたことがあるかというところですね。でもちろんあの全然勉強してない人はあのそれは勉強が足りないということなんですけど、ただまあ勉強足りない人もねこれからどういう方向で勉強していくかという点では大事な話になります。あと特段なんかそんな心配もしてないという人も気づいてないだけで。 実は大事な話だと思いますね。よく質問を受けますよね。こんだけ勉強してるんですけど、なんか全然点数伸びないんですよ。はいで、私なりに思うのはまあ、私入門のチューターとかも担当してますんでね。皆さんが入門生の勉強始めた時から見てるわけですよ。で、それを振り返ると答えは出るんですね。えっと一言で言うとですね。えー、点数が取れる。 書き方を知らないんです <laughs> 点数が取れる答案を知らないんです皆さんここに配点があるだからこう書かなきゃいけないっていうのを知らないんですつまりその合格点がつくまあいわゆるゴールですよねゴールがどこにあるかわからない状態で勉強を進めているという え非常にあの不健康な状態にあるという表現が一番いいんじゃないかなと思いますね。傍から見ててどこに向かって勉強してるんだろうななんていう風に思っちゃうんですよ。結局。で入門講座から振り返ってみるとですよ。皆さん自分が入門の時振り返ってみてもらいたいんですよ。で論文基礎の完成講座とかやってきたと思うんですよ。論基礎ね。で。 編ととかあったと思うんですよ演習編だったか答連編だったか。で多分もう見よう見まえで答案書いたでしょ。で多分そこから始まってるんです勉強はで添削受けて、まあ、例えば当てはめが不十分ですねとか冗長ですねとか逆にあっさりしすぎですねみたいなことは指摘されるわけです。で「答連模試」とかでもここはこうだああだって言われるんですけど結局全体として。 当然試験は限限限らられれたた時間、ススペースっていう制限がありますよね。現実的にその時間とスペースも加味してどの答案どういう書き方どういう答案がベストなのかっていうのを知ってるんですかねっていうことになるわけです多分、知らないでで勉強進めてるんですよね。だから目標が分かんない中で勉強してるっていうふうな言い方もできると思うんですよ。で、 見てて思うのはこれじゃ点数つかないよねっていうふうな答案を何枚も何枚もみんな書いてるんですよ。で勉強すれば点数が伸びるかっていうと一概にそうじゃなくて別にどの試験もそうだと思いますけど正正しししいいいいやり方で正しい方でで向向に向かって勉強しななと意味がないんですよね。むしろマイナスに向かって勉強してるようなもんなわけですよ。 点数がつかないような答案を何枚も何枚も書くってことは浮かんない方に努力してるわけですよね。間違った努力をしてるわけですよね。だったら勉強しない方がまだゼロなんでいいと思うんですよ。マイナスを掘り下げていくよりはあのだから、私よく間違った。勉強をするんだったらやんない方がいいよ。って言ってるのはそういう意味ですね。そんなことよく言いますけどね。だからあのなの配点がどこにあるか？どういう？ 点数どういう書き方をすれば点数がつくかっていうのをまず知るっていうことですね。はい、それででででははは資格試試試験験験験なななんんんすすすよよよ大学受験と同じように所詮は試験なんです出題者側も出題できる範囲が決まっていてで例年と大きく変わると文句言われるからある程度出題パターンっていうのは決まるわけですよ。 で見や分かる通り同じようなパターン繰り返し出るわけですそうするとじゃあそのよく出るようなパターンに沿ってベストな書き方を身につけて毎回それを書けば良いということになりますよね。はい、で大学受験とかでよくその数学とか物理でですけど。お まあ例えば数学は暗記だとか物理は暗記だっていうふうに言われることがあると思うんです大学受験で,で。数学物理は当然暗記科目ではないですよね暗記じゃないですよね。だけど暗記って言われる理由っていうのは結局出題パターンに関して暗記って言われてててるるんんでですよよ大学受験で出てくるよううななパターンなんていいのはせいぜいもうたかが知れてるんですよ。だからそのパターンを全部知って。 こういうパターンの時はこういうふうに解いていけばいいこういうふうに書いていけばいいっていうのを覚えたらもう怖くないってそ,れそういう意味で暗記っつってるんです,です。もちろん目新しい問題もあるけどほとんどが一度皆さん過去問とか答ー模試とかもと言えば論基礎とかで解いたような問題なんですよ。なのでそこでもうこういうパターンが来たらこういうふうに書くっていうのを もちろんそれは必ず点数がつく減点されないっていうふうな書き方で自分に身につけておけばあとは機械的に書いていてくだけなんですよだからそういう意味では、えっと、数学は暗記だっていうのと同じように弁理士の論文試験は暗記だって感じですね私から言うとね。はい、で結局その弁理士の論文試験も設問が例えば1から4とかありますけど。 その1から4。バラバラにした時にはそのパーツパーツの集まりなんですよね？設問1から4という並びになってますけど、設問1と同じような問題が別の。例えば答練の設問2とかで出てきたりするわけですよ。結局はパーツを集めて一つの題門にしてるだけで。各パーツでこういう風なパターンだったらこういう風に書くべきだ。だ その書くべきだがきちんと配点が取れて減点されないような形で身につけておけば、あとは淡々と書いていくだけなんですよ。ってことですね。だもう一回あの肝の部分言うと、なんで点数が伸びないかっていうと、配点がどこにあるかとか、点数が取れる書き方、答案っていうのはどういうものか自体を知らないわけですよ。理想形を知らないのに何か勉強してれば点数が伸びて。 いつか受かるってなんか神話のように思ってるんですよ <laughs>、ええ。まあろうに終わるというそういうふうな、あのー、表現をするんでしょうけどねきちんと、えー、正しい方に向かってやっていかなきゃいけないということですね。はい、とまあ10分ぐらい長々とコンセプトの話をしたんですけども、あのー、このねパンフレット、まあ、ネットの方にも載ってると思うんですけど、あのー、ここにね 過去の受験合格者あの皆様のコメントもありますけどあのここに書いてあるの今言ったことなんですよ結局書き方がなってませんでしたとか配点を意識して自分は答案を作ってませんでしたってことは書いてるんですよでそこに注意したら劇的に点数伸びたっ,ってるんです、まあ、当たり前の話なんですけど当たり前したらまあ彼らに失,失礼かもしれないあの要は試験としては当たり前の話なんですよ。 でその当たり前なことに彼らは早期に気づいたんで早期に受かっていってるわけですよ。はい、なので短期で、ね、別にあのだらだらと勉強してていつか受かるそ,れそういう人もいるかもしれませんけど短期で一気に点数伸ばしたいんだったらとにかく私の言うやり方で私が言う通りに書いてくださいそれを身につけてくださいそれが一番早いです。 ということで実際にどういう講義をやっていくかという話をしたいと思います。えっとまあ、このパンフレットがあればこれでいいんですけど、まあ、ネットの方にも多分載っている内容は同じだと思うんでね。はいえっと、多分この「エルゼミスペシャル」の特徴とかあと講師が語る指導スタイルとかっていうのがあると思います。はいえっと 左側にね、宮城先生のコメントがあります。まあ先生はあのこちらのお立場で。先生のご担当の会話されていくと思います。私の方はちょっとこちら話をしたいと思います。よしょ。はい。えー、っとレッスンワンということで、あ三まであるのか。はい、えー。見出しをまず読んでいくとね。合格するために書き方を変える。我流答案は書き直して再提出。 オリジナルレジュメで学習効率化と。はい、で、この一つ目からいきますと、合格するために書き方を変えるっていうのは、今言った通りです。はい、あ、今言ったコンセプトはそのままです。あの、書き方が悪いか、ら結果につながらないことに気づいてください。今、とうとうと十分ぐらいかけて喋ったことを言ってます。はい。で、レッスンには、もうメソドロジーの話になってくるんですけど。じゃ、あどうしますかって話なんです。で。これ入門生にも。 中もうみ,みんなに言ってるんですけどあのー、担当もねあの論文も全部そうなんですけどあの講座を取って一回、まあ、例えば「生講義受けました」ま「あ、通信だったら通信で一回見ました」で終わりっていう人が多いんですよ。一回見ただけで一回授業を聞いただけで理解できる人なんてまずいないんですよ。 はいで。できる人短期で受かる人ほど一つ一つの講座を大事にしてて何回も何回も繰り返し見たり何回も復習したりしてるんですよなぜならば一回で理解できない一回で身につかないっていことを分かってるからですで分かってる人は賢いんです言い方変えると自分がそんな一回だけで身につくような天才ではないっていうことが分かってる人は 結果的に成績が伸びててあの,あの人優秀だねって言われるんですよでそういうことに気づいてない人はやっぱ点数伸びないですよね。で合格するために書き方を変えるって、まあ、さっき言った通りなんですけどで私が言う通りに書いてねという話。で「我流答案」というのは先ほど言った通り皆さんはこれまで入門のね論基礎の頃から よくわかんないけど、とりあえず書こうっつって書いて、で指摘されて。まあ直したり直さなかったりいろいろしてると思うんですよ。で今の皆さんの答案をベースに是正して。点数を上げようとしていくと、相当大変だと思います。あの、絶対受かんないとは言いませんけど、時間は相当かかると思いますね。だったら、一切合切、もうまっさらにして一から入れ直した方が早いっていうのは私の考え方です。 そのくらい申し訳ないですけどいい答案を書いている人はほとんどいないなんでこんなに、うん、なんだろう効率の悪い書き方をしてるんだとかこんだけ書いてるけど丸をつけるところがないとか配点を全然拾ってないとか、はい、なのでちょっとここは細かく読みますけどね 私の指導する書き方に基づいて答案を作成した方はですね。あの点数で79って数字出るんだと思ったんですけど、あの実際出た方いるんですよ。異匠法で79って数字でな本当に出るのか出てるんですけど、本当に、ね、79ってね。はいで受かったりしてるんですよ。で、えー、ま我、あ、流の方が成績振るわないってことは？まああの今話した通り。 たくさんの受験生たちが証明してますねとで、じゃあどうするかって話私が担当する会では提出する答案は皆さんが当連時間に作成した我流答案ではなくではなく講義後に一旦家に持ち帰って復習してもらいますでそれでもう一回答案をそれに沿って作成してもらって出してもらって添削します 普通の答練は答練やりますよね。で終わって出しますよね。で家帰りますよね。で次の週あたりに添削したものを帰ってきますよね。で、ああ、何点だったとか指摘はこうだったって見ますよね。で、それしません。答練は答練でやってもらいますが、そのまま答案は手元に置いてもらいます。講座を聞いてもらいます。で、そのまま帰ります。 で復習用に答案用紙入れときますから家でもう一度復習をして私の書き方に沿ってできるだけ沿って答案を作ってそれを添削します。でそういうふうに言うとそんなものを添削してもらっても点数がいいの決まってるし。 ほととんどあの安西が書いた答案じゃねえかと、ま、丸写しとは言わんけどほとんどあのお前が書いた答案じゃねえかっていうふうに言ってくる意味がないとかっていう人が出てくるんですけどあの意味があるかないかの議論をする前にさっき言った通りこれが理想の答案なんだということでそれを少なくとも一回書いてくれよって話です。 ほとんどの人は添削普通の問わない添削返ってきてあ何点だったこここういうふうに、えー、コメントされたあ,あそうかそうかはい終わりなんですよ。もう一度描くとかってて作業してないんですよそんなちょっと見て次からじゃそれを是正して完璧に書ける人なんてまずいないんですよ。でそれがほとんどなんで、まあ、半ばあの強制的に一回書いてきてっていうふうな言い方ですね。 まあだから学習の,その習慣づけみたいな形ですかね。はい、でそういうのができると初見の問題でもおその完璧に私と同じようなとはいかなくてもねある程度その拝点を,をちゃんと抑えた形で書けるようになりますからね。英語でも何でもそうでしょ英語でも英語の勉強があってまずなんか例文とかスクリプトがあってですねそれがこうもう覚えちゃうぐらいまで身につけるわけですよ。 当然それと全く同じ会話が現実に起こるわけじゃないんだけどお、まあ、そこから応用する力っていうのが身についていればあ実際現実の会話に適応してくるわけですよね、はい。それで実際にどういう,うテキストを使うテキストじゃないとレジュメを使うかって話なんですね。これは、L「エルズミスペシャルで」で去年第19回かな。 章で、でで私はですすね、ね、毎回です、ねえー、この完結答案で、ね、これ私が作ってる答案それと復習の手引きという問題を解くにあたって必要なあ条文知識審査基準判例そういったものをまとめた例えば型ままで入ってます。こういう問題ではこういう型を持ち出してこう書くんだとかっていう,もういわゆるテクニカルな部分がまとまってるもの。そして、 皆さん実際答案構成というのは手書きでされると思うんですなので私もこういうふうにもちろんねあので清書した形になってますあの実際皆さんこんなね整理整頓された形に書けないと思うんですけどあのこれ解説用ですから当然あの整理した形になってますけどね。あの まあこの答案構成の仕方っていうものもお話をしていきたいと思ってます。はい。まあちょっと言うと答案構成って私全部ね過剰書きにしてるんですよ。まあどうち問題見てないからわかんないかもしれないけど過剰書きなんですよ。こういう風に過剰書きとかポツ,ポツポツポツ矢印とかでなんでこうしてるかっていうとあの過剰書きで書いてねっていうと人は無意識に要点をまとめるんですよね。 箇条書きで書いてってやってぐワーって書いていく人いないと思うんですよでその要点をまとめてそれをそのままそっくり答案に書けばいいんですでその要点をまとめるときにさっき言った配点をちゃんと拾えるようにまとめていく訓練がここでされるわけですよねで答案構成できればあとは,は機械的に答案に移していくだけですからはい。で完結答案例というのはこんな感じかな えと特実は2ページ半から3ページ一生、えー、商標は3.5ページ強ぐらいに大体まとまりますね3.5から4ページでねはいまあもちろん 1, ペ1行当たりの文字数によるんで、えー、とこれはですね縦20行にしてるのはこれ、えー、とレイアウト答案用紙に合わせてます縦20行です縦20行で横は35字ですで35字はちょっと多いかもしれないえー、と32字ぐらいがちょうどいいと思います 現実的に字の大きさとしても三十字ぐらい多分いいです。はい。まあこの辺も少し話はえっと最初の回で話し,したいと思いますけどね。はい。で衣装消費あとだいたい三点五ページぐらいで終わるのかな。まあこれ衣装ですけどね。であと毎回ですね参考過去問っていうその当連の問題が作られたああ時のその参考にされた過去問っていうのがあるんでえっとそれのえっと解説と 添削も同じようにしてます。この特典でね、えー、講座ではね。で、この場合は令和元年の特異図1でした。はい。だから、これもえっ、ー、とちゃんと答案構成があってね。はいで答案。私の私なりの答案を作って、まあ大体2.3ページぐらいで終わってますけどね。はいまあ、これが毎回渡されるレジュメでございます。あ、復習の手引きもちょっと見せとこうか。はい。復習の手引きは？ えとこれ実際に使ったからいろいろもう書かれてるんだけどえー、とーこれ物品性の話かなあ審査基準、えー、少なくともここら辺は頭に再現できなくてもね、あのー、結論ぐらいは分かっといてくれよってことを書いてますね。えー、あとあ一意一出願の話があったりとかあとまあ皆さんあのよくある用紙変更の話とかね用紙変更補正の話とか。 あとはあピアノ補助ペダル事件もあありますかあとはですねま先週もあ,あこれはあの特実のあの補正ね補正の要件も皆さん大丈夫大丈夫ですよ。エルセミもねあの最初の補正がから一見分かってませんっていう人結構多いんであの補正はもう毎回この表が出てきますね、はい、私のレジュメはね。 はい、あと皆さん大っ嫌いな、ねはい。で私の、あのー、この復習の手引き見てもらえば分かるんですけどさっきも言った通り所詮繰り返し出題パターン同じ問題が来ます。ということはこの復習の手引きもあまたこれ見たとかこの表前を見たみたいなのがもうぐる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 回ってきます。それだけ 結局パターン化されてるってことです。だから私も復讐の手引き作る時っていうのは昔の手引きの。こう開いて、そこからコピペして、こう。あの当て込んで作ってるんですよ。組み合わせて。この衣装、だい、だあ、第十九巻レジュメとか作ってるんですよ。よ別に一回一回、あの。新しく作ってるわけじゃないです。はい。それと。えー、っと。先ほど、えー。 よいしょこのオリジナルレジュメで学習を効率化と言ってますね、はいはい、で今言った答案例と復習の手引きは毎回渡すんですけどもそれと別で、えー、これはね毎年歩行歩行は無料でやってますけども意証、えー、法のおールーヒー判断のまとめですね。はいあの 得点講座とかで私の類比判断の講座を取った方は多分この絵を見たことあると思うんです。です全体あの出願系のねあの例えば k さんとおっさんがいて全体衣装を出したとでこういう時系列の時におっさんがにどういう教通が来るかで時系列が変わってこういう場合ね洗顔があって後方発行されてその後抗降眼された時にどういうのか。 流ますかとかとねでその3点セット3条3条に9条全体対全体から、えー、全体対部品で最後までダーッといって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 最後部品対部品まで来るんです。で事細かに分けて、えー、全パターンもうどのパターンが来てもいいように、えー、まとめてます。でこれ一冊やると おールーヒ判断の法則性が分かってくるんで、えー、まあほぼこれで完璧にカバーするんですけどこれを暗記しなくたってその法則が分かれば自分で、えー、と答えル比判断の方法を導き出すことができます。はい、仮にととてててつももななく複雑なル判断がが出たとしてもこのの考えその法則が分かっていれば全部解けます、はい、でそれは侵害これ時系列出願系ですけど侵害系の方も同じような話になります。 それとこれ最後になりますがえっと毎週持ってきてからこれ去年使ったやつなんであの45個厳選した判例をまとめております。はいまあ、最初は外科的手術方法事件から、ね、であの判例はですね、えー、と宮口先生も最高裁判例とかあのされてると思うんですけどあれはぜひ受講してください。 あのー、タイミングにもよりますけどね。で、それが分かった上でのこれです。で、なぜわざわざ論文向けの判例をやるかって言うと、えっと判例も趣旨もそうなんですけど、頭の中にあっても現場で書けません。書くように準備をしておかないと書けません。じゃあ書くようにつまり、えー、限られた時間スペースで最低限。しかし減点されない。 過不足ないものはどのくらいの記載になるかっていうのを全部まとめてるんですこれ。したがって一言一句まあリパーゼ事件ここにもあったにしますけど、リパーゼ事件問われたら一言一句間違いなくこれが書けるように身につけてくれっていう話です。これが全部四全部で四十五揃ってるってことです。だからこれをおまあちょこちょこ授業で進めていきますんで、えー、まあやったところだけね、いきなり四十五やるとのはきついですから。 小刻みというと、えー、細かく割って、えー、覚えていくと、ねえー、で定期的に復習をして記憶を維持するということをやっていっていただければなと思います。はい、ということで、えー、最初の10分コンセプトをしゃべりました。あのー、論文試験はとにかかく書き方が分かっていれば パターンが身につけば怖い試験ではありませんとでそして、えー、背景にあるべき知識ですねそういったものは今言ったレジュメとかね、えー、判例の,そのレジュメとかもそういったものを使って、えー、見やすくしておりますんで勉強の時間を効率よく使えるように揃えてますんでね是非ご検討くださいと,、えー、っと多分ネットの方にもあると思います。えー、っとこの講座あ、そうだ忘れてたんですよえっとね えっとね、月曜日なんですよ月曜の夜なんで、えっと、講座がね月曜の夜なんでちょっと来れないっていう方もいらっしゃると思うんですけどあの週末とかに来て問題とか解説させて全部もらって家で全部やって答案出してきて一回も授業出ないまま。 えと最後の受かりましたって報告の時に来てくれる人もいるぐらいです。あのなので別にあの生コギ来れなくても全然いいですからあの欠席ウェブフォローありますんでね。はい、そして、えー、っとエントリーが必要ですね、えーはい、なので、えー、ウェブエントリーというものもしていただくというところになりますので、えー、詳細は、えー、多分こ,こちらにこちらにあの多分ペ,ページのどこかに書いてあると思いますんで。 えー、まあご不明点があれば支店の方にお電話いただければと思います。はいそれではエルゼミスペシャルご検討のほどどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。